おはよう前橋から、皆さんおはようございます。6月2日水曜日です。時刻は7時25分を回りました。さあ、ここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略しておはから、おはから元曲をお送りしてまいります。改めましておはようございます、磯日彩香です。おはようございます、和歌山源蔵です。源蔵さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは、お元気でしょうか。今日は当たった人いるかな嘘でしょ、いないか、いないいないですよ、この人、この人いないです。88歳ですよ。どうかな、あのね、昔あのショーン・コネリーっていうですね、はい、007って映画 の、はい、あの、はい、声優やってた人で、昔ねラジオ の、 あの DJ やってたんですよ。あ、そうなんですか。よく聞いてました。めちゃくちゃいい声なんですよ。かっこいい声でね。夜ですか。ね、夕方かな。あ、夕方。そう、多分酒さんあたり知ってると思いますよ。いいですね、こう昼下がりに。和歌山源蔵です。源蔵さん、過去に何かあったわけではなく。亡くなったんですよ。ああ、そうだったんですね。昨日お亡くなりになりまして、ああ、久々に聞いた和歌山源蔵さんの名前と思って、はい、今日は和歌山源蔵です。当たったかった。これね、俺なんかぐらいの年だったらみんなね聞いたことあるかもしれないです。はい、007ってあるでしょ。はい、007、はい、あのジェームズボンド、あれの声やった。しゃべくりの007しか出てじゃないです。007です。はい、さあ、というわけで、はい、今日は佐藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。生々お元気ですか。大丈夫ですか。腰が痛いです。腰が痛い年です。サッカーはやってます。順調ですか。ね、でもほら、はい、時短でやっぱり、うんうん、何グラウンドも8時までしか使えないので。あ、やっぱそうですよね。そうなんですよ。使えないんですけど、うんうん、まあ、1時間がみっちりと。逆に疲れます。逆にそこに追い込めから。そうです。昨日もちょっとはい、腰が痛くていいじゃないですか。もうね、いい加減にしてくれよ。若いです。若いです。ありがとうもう無理若いですよ、さとしさん。いえいえ、まあね、このこうちょっとこういうジメとした時期なのでね、なんかいろいろとやる気なくしてしまう時期かもしれませんけど、気合入れて、はい、まあ、晴れたり曇ったりね。金曜日は大雨らしいですよ。皆さん気をつけてもらえると、すげえ降るらしいですよ。この間もすごい降ってましたもんね。降ってましたね。ちょうどラジオだったんですよ、月曜日。あ、そっか。あの雷がすごかった。うわー、ね、その中やってたんですね。みんな続々とびしょ濡れになりながら入ってきてもうこのね、部屋がもうすごくなってました。ムシムシしちゃってお前だろ、お前この湿気出してんのって言って、そんなになりましたなるほど、はい、さあ、というわけで皆さん、お天気も不安定ですけどね。そうです。はい、ご注意ください。はい、それでは今日のメールのテーマいきましょう。今日なんか横浜港が開港した日で、その時にちょうどカレーが伝わった日らしいんですよ。はいはいはい、給食カレーみたいですよ。そうなんだカレー食べたい。これ食べたいね、はい、大好き。ということで今日はカレー。いいじゃないですか。カレーなるとか。お、カレー臭がひどいですね。まあ個性、まあまあそうね、色とかみんなカレー臭すごいですからね。多分もういい年ですから皆さん。なんて言えばいいの？そんなことないです。個性も消えかかってるからカレー臭が。個性はもう匂いもなくなっちゃってる。なんだ。通り越すんですね。枯渇してる。というわけで今日は皆さん、はい、カレー。はい。ぜひその辺など教えてください。美味しいカレー教えてください。それでは水曜日です。いってらっしゃい。チーズだけって言ってるじゃないですか。花粉下げた後も言わないでくださいよ。わさあ、というわけで今日何、カレーちゃんですよ。カレーちゃん、今日はカレーですね。そうですよ、カレーの日。横浜港に初めてカレーが伝わった。なんかね、今日横浜港が開港した日みたいよ。あ、そうなんですか。うん、1800なんだっけな、何年ぐらい。でもまだ100年ちょっとかな。うんうんうん、まだ100年ちょっとなんだね、カレーがって来て。そうだよね、あのジンとかにカレー出てこないもんね。先生なんとかカレー食べますかなんて出てこないもんね。そうですね、うん、ペニシリンとカレーは出てこないからね。そのやっぱモノマネ久しぶりに聞きました。私も久々に。ちょっと前流行ってやってましたよね。ちょっと前、結構前ですけどね。
え、ちょっと前までずっとやってましたよ。やってました、すいません。ずっとアウトこのものまね。申し訳ございません。さあ、というわけで今日はえ食べ物のカレーとか、うん、あとはカレーなる一族のカレーとか、はい、カレーに転身した人とかね、あとはカレーに転身した人、ちょっと待って、面白い。あとはカレー臭とかって言ってましたね。カレー臭、まあまあ、うん、色男全員ある感じで。まあね、色男のみんなでも匂いしないかも。いや俺味噌臭するよ。いや違うの、あのね、ストイシさんは、うん、マジでいい匂いしますよ。いや味噌臭ですよ、俺は味噌臭。え、なんかすごいシャンプーの匂いかな。味噌臭ですよ。シャンプーしてこない俺はさ。いやでもなんかそういう香りがしますね。じゃあアッシュはね、農業の匂いするわけ。アッシュさんはお米。お米の、やだやだ、そんな人。お米の匂いをする彼氏。超面白い。美味しい。じゃあ明日のこと1票2票って言って。おい1票つって。分かった。うん。分かった。コセちゃんはね本当にゼロだよ。だからだんだん匂いがなくなって最後灰になるんだよ。灰になっていくんだよ。じゃあコセちゃん。そうなんですよ。じゃあみんなのメールちょっと読んでみようかな。ラジオネーム来てますか、もう塾講師さんからです。あ、あれ早いね。皆様おはからです。おはから。飛距離も落ちてる気がするし、最近元気ないんですよね。飛距離。え、飛距離って読むんじゃないんですか。飛距離、飛ぶに距離の、何の飛距離。え、どうしたんだろう。野球か。野球の打つバッティングの飛距離が落ちてるってことか。そういうこと、うん、やっぱりカレーのせいですかねって泣いてますよ、カレー。これしょうがないよね。元気ないんですって、カレーのせいにしてます。これ関係ないね。関係ないね。あと今日のサトシさんは佐藤たくみさんでしょうって。佐藤たくみさん、うん、なんで。コロナ禍で集客に苦しむ映画館を支援しようと、俳優の佐藤たくみさんが5月29日から1週間愛知の老舗ミニシアターの全上映作品全席を1席分購入したそうです。そんなこと全部何広告書いてきてるわけ。そう、かわいい。書いて書いてさ、かわいい、書いて。くりちゃん、かわいいですよ。くりちゃん可愛いって。大丈夫、全然カレーなんだ。よかった。だからもう飛距離はね、あなたも体重があるんだから、その体重をボールに乗せて打てば大丈夫です。ラジオネームキングヤスさんからです。おはようございます。皆さんおはからです。おはから。カレーライスとハヤシライスとシチュー、この3つは妻が月曜日の夕食を作らず楽できるために、うん、私が日曜日の夜に2日分作る我が家の定番メニュー、うん、もちろん妻の圧力によるものです。特にカレーライスは実家の前橋から毎週末泊まりに来ている義理の父が好きなのでよく作ります、はい、最近はチンゲン菜を入れます。 お野菜カレーですね。これからは夏野菜の季節、定番のじゃがいも、人参、玉ねぎの他にナス、パプリカ、ズッキーニ、彩り豊かにしてカレーを作っていきます。まあ豪華。あと何入れますか、もし自分で作るとしたら。自分で作るとしたらどういう、こういう、まあ、ベースは 何カレー。カレーのルーは絶対2種類。2種類。2種類。普通に市販で売ってる。あ、全然市販で売ってる。あの粉のこういう SB のこういうこれあれじゃなくて。あ、もう全然普通にカレーのルー2種類、うん、あるの作ったあと。え、ありますよ。待ってください、カレーを作ったこと。え、芋とか切れる。芋ですか。いや、ちょっと待ってください。え、皮とか剥ける。あの、うん、できますよ。あ、できんの。はい、だって私特技は大根のかつら剥きですよ。和食かおい。六三郎か、あなたは。六三郎。そうなの、かつら剥きが得意なの。あ、そうなんですよ。あの、こう見えて意外と料理好きなんですよ。じゃあ、ちゃんとやればいいじゃん。母ちゃんの料理動画みたいなの作ればいいじゃない。え、なんか前橋の街中に、そうそうそう、私のレシピがあるじゃないですか。ね、あれ、一回出てみたくて。やったほうがいいよ。なんか募集してるみたいなんですけど。やったほうがいいよ。あちゃんすごい多分、あの視聴回数増えると思う。いや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 。で、平野レミさんの真似してね。わかった、ね。ちゃんとあのバンダのつけて。そうそうそう、つけて、ね。了解。これ、くさくさとね、さく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 さカレーですか、うん、大好きですよ。大好き。大好き。さんちのお茶どういうカレーなんですか。何かこだわりのってる。うちね、うちのおかんの実家が住谷さんちのそばのロックにあったんですけど、そうなんですね。そこに必ず毎週末、うん、親戚が集まって、うん、絶対作るんです。20人ぐらい集まるんですよ。毎週末。まあでもそこでそのお嫁さんたちが
はい、俺のおばさんたちがそのキッチンに入って、はいはい、カレーをまた30人前ぐらい作るんですよ、でっかい鍋で。最高だ。毎週末カレー食ってたんで。わー、もちろん何にも本当にあの肉とか大して入ってないよね、はい、シンプルで。そう、そこでサザエさんを見て、うん、クイズダービーじゃねえ、なんだっけ、あのアップダウンクイズを見てっていう、はい、で帰るっていうのはね。へー、そうなのよ、定番でしたね。いや、いいですね。毎週末食べてました。今大人数でカレーってコロナ禍じゃなくても食べるってなかなかないじゃないですか。親戚で集まったりもないもんね。あと近所にね、ひふみ食堂っていうのがあって、はいはい、そこの食堂でよくカレーを取ってましたね。あ、出前で、出前で、わかる、天やもん出前のあのカレー美味しいですよね。いや、俺の時代はあの本当に片栗粉がすごすぎちゃって、はい、片栗粉が、片栗粉で固めてあって、こう手で持つと全部外れちゃうようなカレーでしたよ。あれよくほらちっちゃい子が遊ぶほらなんかなんとかごっことするじゃない、はい、あんな感じパカって取れちゃうようなカレーでしたね。え、そういうのあるんですね。カッチカチで終わりでした。懐かしいな。さあ、というわけで皆さんのカレーエピソードぜひ送ってください。はい、また8時台で、いってらっしゃい。時刻は8時22分です。おはようめましからお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と大谷翔平です。よろしくお願いします。大谷翔平くんがいるなんて、ここに。どうも。なわけねえだろよ。今日のオープニングモノマネは大坂なおみさんですよね、とアリオンさんからいただいています。いや、なおみちゃんはね、本当にタイマーが心配、なんかな、ね、ね、本当に。というわけで今日のメールのテーマはカレーということで、はい、アリオンさんから、アリオンさん、カレーパンを発明した人って天才だと思いませんか、うん、パーソナリティのお二人とのんちゃんに質問です。県内のおすすめのカレーパン、お店教えてください。またリスナーさんでおすすめのカレーパンのお店があったらぜひ教えてください。カレーパンときた。はい、あーちゃん、じゃあ第一でいっちゃおう。はい、のんちゃん用意しといて。のんちゃん用意しといてくださいね。ええ、あーちゃん、のんちゃんあるの？え、むしろあるんですか？俺わかんない。のんちゃんどうぞ。カレーパン、カレーパンあんまり食べないかも。そっか。あーちゃんどこですか？私はカレーパンというよりかはカレーと食パンがセットでついてるお店があって、それが新東の地球屋さんあるじゃないですか。地球屋さんのパン屋さんがめちゃくちゃ美味しいんですけど、うん、そこで中で食べれるんですよ、うん、それがカレーとパンがセットで、あ、そう、つけて食べるカレーパンが大好き、超美味しくて大好きです。つける方、つけるカレーパン。え、食パンって普通の食パン、あの熱いトーストみたいなやつなんですけど、カレーパンでなかなかですね。でも地元の伊勢崎に、うん、軍一パンっていうの、はい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 、あそこ、あ、知ってますよ。あそこのカレーパンはやっぱ小さい頃からずっと食べてるから、やっぱりね、そういう自分がちっちゃい頃から食べてる。今でもさ、お江戸の東京の方で売ってるカレーパンとかってすごいのがあるじゃないですか、はい、もう牛肉グヤーみたいなのとか、あれはなんか庶民的な感じがしないですけどね。で、600円の通常しますよね、カレーパンで600円です。ちょっとね、買えません私は。のんちゃんどうですか？食べないって言ったじゃん。そっか、食べないか。じゃあ、じゃあのんちゃんが、じゃあ、はい、いや、あのカレーパンにないパン屋ってどこがあるんですか？好きなパン屋さん。好きなパン屋、あそこじゃないですか？あそこ、マサジローの。ああ、やっぱりね、マサジローね、あそこね、なんか美味しかったです、どれも。マサジローね、 うん、今行列ですよ。あの入れないから中に、ちっちゃいんだよ。3坪ぐらいじゃないかな、あれ。3坪。でもパンでやってみたいことはあって。何？高級食パンがあるじゃないですか、はい、うんうんうん、どの高級食パンが自分は一番好きなのかっていうのを確か試してみたくなっちゃってます。あれ、違う。え、そう、そこ思っちゃうんですよね。わかる、のんちゃんと一緒で。そう、だからほら、一種類だけもらって食べたりとか買って食べると、うん、それはそれで美味しいけど、うん、で実際ね、2個3個こうブランドが揃ったら、うん、なんか違うのかなとか。あ、のんちゃんが今言ったことで今誰かが動き出してましたよ、もう。負から始まる人です。で、今日で終わる人ですか？動いたぞ。今日で終わってねえよ、好きだよ。今日で終わって、何だよそれ。今日で終わった、今日って何、面白いな、何ちゅう名前だ。ほら、ちょっとそれはやってみたいなって。はい、なるほどね、うん、はい、あのね、ひまじんたろすさんからなんですけど、あの、またちょっと違ったことで、目崎ちゃん、高崎のモントレーに王様のお菓子ランドっていうお店がオープンして、グミ80種類あるらしいよっていうメールいただいております。非常にいい情報ありがとうございます。え、そう、あーちゃんも知ってる、そこ大好きなお洋服屋さんだったんですけど、そこが
なくなって、うん、お菓子屋さんになったんですよ。グミ好きなんですか。私グミ大好き。そう、のんちゃん大好きなの。グミが。グミ好きなの。そう。そう。え、何その。食べたことない俺グミって。え、グミを食べたことない人いるんですか。ほとんどない。食えない俺グミ。なんか、うん、今危ないことやめちゃって。え、何ですかね。ね、怖いよ。え、地球グミって知ってます。はい。え、知らないんですか。今すごく若者の間で人気になってる、はい、地球グミってなるんですよ、はい、地球型してて、歯でカッて割って食べるんですけど、だってグミでしょ。うん、でもね、すごい大きいの、こんぐらいのゴルフボールぐらいの。ブニョブニョなんじゃん。ブニョブニョ。食べたことないかわからないけど、うん、それが今話題なんで調べてみてください。わかりました、うん、私も名前だけは知ってます。ほら、地球グミ。地球グミ。なんか、ね、そのグミの周りがそう、なんか日本地図とか地図がなってるけど、そうじゃなくて。いや、なってる。今地球の層、形をしている。あ、それチョコもない。え、あのほら天体のチョコみたいな。え、そうなの。なんか月のとか金星とか木星とかのチョコになってるとこない。知ってるのんちゃん。初めて聞きました。本当ですよ。でもカレーパンはじゃあ、うん、うちのマーチンの隣の卵サンドのパンを作ってる、うんうん、はい、モンパン。モンパン、はい、片貝にありますモンパン行ってください。元ヤキマンズのフォワードです。え、そうなんですか。元毎週サッカー部で全国大会出てますから。え、今カレーパン作ってるんですか。いや、パン屋さん。パン屋さん。モンパンってパン屋さんです。美味しいでよ、カレーパン。え、食べてみたいな。はい、前橋のあのあれですよ、ゴルフのチャンピオンです。え、優勝してます。ゴルフもやってるんですか。はい、ゴルフ上手いですよ。すごいな。はい、みなみくん、おはよう。あ、おはようございます。おはよう、みなみくん、おはよう。ちょっと、観覧のその名前どんどん言うのやめてください。じゃ、隣は高柳くん、おはようございます。おはようございます。いってらっしゃい、みんな。そっか。でね、ひまじんさんがカレーの話ですけど、先々月、カレー、還暦を迎えましたよと。最近特にカレー臭が気になります。ダルさん、まだダルさん、だからもうそろそろなくなってくるから大丈夫だよ。俺らになると、俺らぐらいになるとなくなってくるからだんだん。今うちの息子とかくせえよ。え、なんでね、学生くせえさ。何、なんつうの、こう、なんつうの、動物くせえよ。うちの息子今。で、なんか朝から髪型ってもうピチャピチャやり始めてよ。富樫選手みたいになって。お前気持ち悪いなっつって今。あ、さっきひまじんとろさんが今来てカレーパンですが、はい、先日富岡のケンケンっていうのかな、うん、のカレーパンを食べましたが美味しかったですよと。有吉さん、ぜひ参考にしてみてください。おー、いいですね。そして酒太郎さん、酒ちゃん、カレー臭、味噌臭、佐藤氏、おはよう。あー、そうさ。最近磯木さん少し匂わない。やっぱり私も感じてた。裏で会話しきりの磯木、おはよう。あ、じゃあしないよね。もちろんカレー臭はとっくの昔から自分、しかもなんか死んだ父親の匂いに似てきた気が。ちょっとした仕草などを感じることが。だって、あーちゃん、お母さん似てるとこあります？性格。顔は、子も似てない。あ、そう。顔はザ・お父さん。あ、そうなの？私、この顔とお父さんそっくりですよ。あ、そうなの？はい、なんか全然想像つかないけど。性格はお母さん。あ、そう。ゴルゴ38さん、はい、ってかあと20秒じゃいけないわ。え？終わり？終わりです。はい、終わりです。はい、はい、じゃあまた40分、はい、カレーパン情報皆さん今来てますので、はい、カレーパンじゃなくてね、カレーですよ。カレーですね、はい、ポンチ、ポンチ、ポンチさん食べてみたい、はい、まだない。ポンチトークじゃあちょっと午後、あの後半しますので。午後何時間やるんですか。私行ってらっしゃい。8時41分です。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と、腰が激烈痛いさとしです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、というわけで今日のメールのテーマはこちらです。今日は横浜港開港した日でカレーが伝わった人。おー、最初の人どうやって食べたんだろうね。スプーンで食べた。そういうことじゃないかな。そういうことじゃないかな。例えばさ、だから横浜港がオープンして、はい、オープンっていうか、まあ、でバーって船が入ってきて、じゃあイギリスの方がこう、うん、ね、こう来て、うん、イギリスのとかしら、どこだろうね。どうですか。どうやってこう、海軍カレーってあるじゃないですか。はいはい。どうやってこうね、出されたんだろうね。確かに最初の一口やばかったのに、何これみたいな、うん、何これ、誰なんだろう食べたの、この茶色い食い物はみたいな、うん、
茶色かったんですかね、それとも黄色かったんですかね。茶色、あ、黄色ではないと思うんだよね。黒かったか、あ、どっちなんだろうね。気になってきた。横浜海軍から送ったことあるんだよな、前な。全然覚えてない。あ、なんかちょっと1年前のこのメールのテーマでやりましたよね。やったけど全然覚えてない。俺食べたけど覚えてないですか。覚えてない。え、なんで忘れちゃうんですか。横浜海軍カレー、はい、食べたことあるか。え、ないです。ないよね。 俺も食べたことある。え、トシさんって忘れることあるんですか。 ある、もうどんどん忘れますよいやいや、もうね、忘れますよ。全部覚えてると思った。だって全部の女子の人覚えてるじゃないですか。女性覚えてない。嘘、何言ってんだって。俺一番困るのが、店にニコニコして入ってこられて久しぶりってやるのが一番困るんですよ。向こうは俺の顔なんか覚えてなくても、お店で覚えてるじゃないですか。あ、そっか。で、俺なんかそんな覚えてるわけないじゃん、そんなの。え、歴代の女の子。俺ちなみに本当気に入った人じゃないと覚えてないし、電話番号もすぐ覚えるのは気に入った人じゃないと覚えないですよ。え、気に入った人の電話番号覚えるんですか。鬼そっこ覚えますよ。かっこよ。昔はだってほら、そっか、携帯もない時代だし、はい、家電じゃないですか。うん。で、そこで覚えないと、もう、だって書くのも嫌じゃない。変質なんていうのも。え、頭にインプットするんですか。インプットする。うわー、即座にインプットしました。じゃあ結構いた女性の中でそのごく一部の人は覚えてるんですね。覚えてました。うわー、そのごく一部の女性ってすごいんだろうな。でもすぐほらするからね、すぐ電話するから。じゃあ二十何歳になって携帯持った時に、やっぱりね、ああよか、ああちょっとそれはなくなったけど、ない時代は本当にその聞いて即座に覚えましたよ。そうだすか。またガスか。え、ラジオネーム出身は北だけど名前は南さんから書いております。おじえな、お前なんだお前。彩香さん、さとしさん、さとしお父さん、おはからです。おはよう。おはから。おはよう。お題がカレーということで思わずメールをしてしまいました。なになに。僕の大好物はお母さんのカレーライスです。素敵素敵ね。バーモンドカレーの中辛なのですが、自分で同じように作っても真似できないあの味が大好きで、帰省するたびに作ってもらっています。大学時代は週5でカレーライスを食べて生活していたほどのカレー好き。俺も。ちなみにお二人の群馬のおすすめのカレー屋さんがあれば教えてほしいです、はい。今日は温度が少し下がり気味ですが、元気に頑張りましょう。顔出しに行きますねとね、さっき来てくれましたね。南、サンキュー。おすすめのカレーのお店です。うちね、うちの店の並びに島田屋さんってカレー屋さん、あのカレーうどん屋さんが、まあ蕎麦屋なんだけど、ほとんど 90% カレーうどん食ってます、みんな。あ、そうなんだ。すっげえうまいですよ。へえ。若い人じゃないと食えないかも。なんで。濃すぎて。あ、濃いんだ。濃いんですよ。あ、ドロッ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 。美味しいじゃん。俺もう食えない。島田さん、島田屋さん、島田屋さん、ぜひ行ってください。島田屋さんって結構いっぱいあってね、結構皆さんカレーうどん美味しいですけどね。あーちゃんはこれ群馬だかわからないけど、軽井沢群馬でいいですか。はい。軽井沢の RK ガーデンっていう、うん、ちょっと森みたいなおしゃれなところがあるんですけど、うん、そこのスープカレーがめちゃくちゃ美味しいです。あーちゃん意外とそのスープカレーの野菜がてんこ盛りなのが好きなんですね。そう、野菜大好き。おー、トマトとかも丸ごと1個入ってたりとか、ズッキーニとかも入ってて、おしゃれね。美味しいので、おしゃれ食べてください。おしゃれ。みなみなんかバーモントカレーだよ、普通の。おしゃれです。うん、じゃああれですよ、あの西城秀樹さんですよ。ハウスバーモントカレーだよですよ。じゃあこれ作る時にうーって言いながらこう混ぜればいいんだよ。もうじゃがいもうーって言いながら混ぜればいいじゃない。やだよ。どうせ美味しくなるかもしれないよ。お母さんのカレーがね、好きなんて親孝行。みなみカレー食べ行こう今度ね。ね。じゃあその流れでつんちゃんの母さん、つんちゃんの母さん、テーマカレーは食べると食べるカレーにしますね。カレーは好きです。こだわりを持って作りますけど、美味しい時とイマイチな時がある。味が定まらない。同じ材料で同じ量を使うのに味が定まらない、これ何なんでしょうって。これだから一緒だよ、お母さんが作ってるけど自分で作っても全然味が違うと。これはあるあるですよね。うん、カレーって絶対に寄せれないですよね。何なんだろうね、これは。煮込みの時間とか、あと使ってる野菜のほら水が出ちゃったりとかもあるのかな。ルーの掛け合わせとかも、うん、確かに言われてみる。今の RK とかのカレーってさ、多分ルー使ってないよ。そう、 RK ガーデンはサラサラだな。サラサラね、サラサラです。多分あの SB のちょんちょんって粉じゃないですか。粉でやってるんですかね、うん。深谷から来ましたさ、お、さん、カレーということで好きなカレーはお蕎麦屋さんのカレーが大好き。あ、俺大好き。わかる、美味しいよね。大好き。家で作るのはバーモントカレーです。サラサラよりトロトロが大好き。お二人はサラサラかトロトロのどちらが好きですか。どっちも好き。
うわーってサラサラでもあんま食ったことがないかな、そのスープカレーというものはあんまり俺は。え、なんかすぐそこの八幡さんの前にスープカレー屋さんがあるんですよ。めちゃくちゃ美味しいですよ。本当美味しい。あれはどうなの、スープを口に入れてこう飯入れる、それともかけんの。あ、どっちも OK。 でもご飯とスープ別にでしょ。あります。どうやって食うの、口の中で合わさるってこと。うん、そう。へー、そうだね。どうやって食うか分かんないこれ。普通にそれは人それぞれだけど、多分私は口に入れてスープをでご飯を入れる。北海道だよね、あれね。北海道、うん、じゃ分からないな。どうぞ。いいですか、カルピスさん。カルピスさんカレー臭僕はココイチが一番好き。ココイチね。はい。で、今後は自分はカレー臭が気になって仕方がありません。だってまだ若いでしょ。まだ若いよね。カレーとかけて夜中の大雨で増水した川と解く、その心は一晩で深みが増します。カルピッチでした。これ一晩じゃなくて二晩、二晩、三晩、そのぐらいでも食えるよ。ずっとカレーでも OK。 全然 OK。 大好きっす。なんかカレー臭の話なんですけど、トシ、はい、さんって多分周りにね、皆さん50代とかの方が多いじゃないですか。例えばちょっと友達がカレー臭してきたなって思ったら言えます？まあ言わないかな。あ、じゃあこれが女性だったらどうしますか。今自分が奥さんを抜きにして付き合ってる人がいるとするじゃないですか。まあいてもいいんですけどダメですよ。だけどその女性がカレー臭したら言います？いや言わないかな。それその人の匂いですからね。だから外国だってさ、あの結構ワッキーの方でも言わないらしいじゃないですか。それをまで好きになっちゃうって言うじゃないですか。あ、そっか。あまりにも自分がダメだったら言うかもな。本当にこれはちょっと厳しいなと思ったら言うかもしれないです、ね、それがどんなに愛してる女でも。いや言うかもしれないですね。おー、逆にその匂いも好きになっちゃうかもしれないね。はぁ、なるほど、うん、それが本当の愛なのかかもね、わかんない。はぁ、すごいな。だからよく言うのね、ゆうゆうとか言ってさ、すごい人いるんですよ、うん、やっぱり大衆とかもすごい、つけてる香水とかもおじいちゃんですけど、ポマードみたいな匂いもすごいする時もあるから、それ大変ですね。そこら違うとこつけてくるんねえかなって思います。ちょっと違う時つけてくんね、ここでつけないでって。でドライヤーとかするとさ、風でもう来るよ、ね、その香水がすごいことになっちゃったりとかするんですよね。水星石のマスターさん、マスターさん、我が家ではカレーに醤油をかける母親とソースをかける父親、どちらが美味しいか、論争が始まります。どちらが美味しいと思いますかねって聞かれてます。これうちのお母さんね、醤油かけてましたよ。うん、醤油いい、うん、いいの。え、甘口のカレーには醤油ですよかけんの。私おばあちゃんのカレーは絶対に醤油かけます。すごいな。甘口なんですよ。俺でチーズが食えないんだえ、なんで、何が違う。醤油、カレー醤油かけんの。カレーに醤油ですよ。え、なんか何だったらカレーに砂糖大量にかけてる友達とかいますよ。聞いたことない。うわ、すごいな。いや、カレーに納豆とかもいますよね。いや、納豆全然 OK ですよ。え、醤油とかありえないんですか。醤油俺かけたことないかな。もう騙されたと思って甘口のバーモントカレーに醤油かけてみてください。お蕎麦のつゆとかじゃなくて。あ、でもそういう味がします。まさに。でも美味しいよね、多分ね。あ、まさにその味です。それだったらそのなんつうの、つけ麺のタレとかかけた方がうまそうな気がするけどな。あー、なるほど、うん、いいんです、いいんです、庶民的な。わかりましたじゃあトゥーパンプさんを読もうと思ってちょっと曲かけていいかちょっとここでね、何の曲かけるんですか。元気があれば何でも沢島ハール。カレーといえばインドですが、スリランカ、ネパール、パキスタン、インド周辺の国々でも独自のカレー文化がありますね。ねえ。新日本プロレスがパキスタンに遠征した時の話。メラジャレジャレメラジャムカラのダメのセラバヤラニャネ。1984年にパキスタンで大会を開催しました。所属レスラーだけでなく外国人レスラーも多数いました。歴史的な大会でした。私もスポーツ新聞のカメラマンとしてパキスタンに同行取材をしました。カレー食いたくなっちゃったよ、ほんとこれこれあ、某カレー屋さん行くとこれ音楽鳴ってるよね。鳴ってますね。鳴ってますね。猪木さんはパキスタンでも有名で国賓扱いでした。とにかく暑い。プロレス一行と私たちの同行取材も夢はまずその猛烈な暑さで体調を崩しました。そうだよね。食べ物はスパイスと油がたっぷりで
食べ慣れていないため、ほとんどの人たちは猛烈なリー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 ゲイリーリーになりました。やっぱすげえなって思いました。そして全員猛烈なリーリーでしたが、試合をやらないわけにはいきません。なんかちょっとこれ嫌な嫌なメールになってたな、俺なんだ雲行きが怪しいよこれ。試合会場は超満員、全員が体調不良、やだしかもお腹を壊していたので、ボディスラムを食らうとポリッと出ちゃうレスラーもいました。それを面白がってやたらとボディスラムを連発、おもらしをしてしまう。試合続行不可能で試合終了。後にも先にもボディスラムだけで試合が決まる不思議な大会でした。何それ。お食事中の方ごめんなさい。本当ですよ。まずね、この音楽で内容が入ってこない人たくさんいるからよかった。逆にすごいね。すごい。じゃあのリング上はカレーの大量の金粉カレーでねいっぱいになったことでしょう。本当に。あ、ワンちゃんわざわざ株を下げていた。あの、すいませんでした。このまま行く大丈夫ですか。いや、これもう消しましょう。ラジオネーム白鳥のさんからです。わー、お白鳥、お白鳥、週の真ん中もっこり水曜日、もっこりもっこり、今朝も元気に発射してるわよ。発射してるよ。太っちょさんの飛距離ってそうだって、あのごめん、あの個人的に LINE が来て、一応下ネタのつもりだったんですけどできましたので。あんたにも、はい、それは私はどうにもできません。もうね、おバカなんだから。カレーね、作ったその日より置いて食べた方が美味しいのよね。熟成されるのかしらね、うん、女も男も熟した方が味が出ていいわよ。そうだよ。子供の頃なんでキャンプっていうとカレーなのかしら。簡単だから、うん、私の股間は白鳥でもっこりしてテント状態よ、ご機嫌よ。え、ね、何を読ませるんですか私に。そっか、ルルちゃんはテント張れるんだね、すぐね。男もだんだんテントが張れなくなってくるからね。よかった、意味が分からなくて、うん。結構ガチで意味分かってないです。どうぞされていいと思います。自分がカレーで思い出すのはまだ20歳ぐらいの時、あるカレー専門店で、これ俺と一緒だ、 1.3 キロカレーを30分以内に食べたら無料というのをやっていました。やってみてギリ完食、無料でした。ちなみにその時完食した時間は29分30秒。その後カレーでお腹いっぱいすぎてしばらく食べる気になれなかったと。俺これね、時間過ぎちゃったけど食ったよ、ね、1.3 キロ、22ぐらいかな。うわ、本当にすごかった。若気の至りっていうのか。え、なんで。すごい、今どのぐらい食えるのかやってみたいな。ですよ。カレーだったら800ぐらい食えるかもしれない。え、本当ですか。うん、そばとカレーだったら結構食える。自信がある。さすが毎日ゆで太郎と見てるだけありますね。アットFMさん、戦隊ヒーローのイメージカラーがイエローの隊員がカレーが大好物というエピソードは、原点の戦隊ものがそういうイメージになったらしいので、ね、必ずしもそうではないのがって注意が必要です、はい、とね。私カレーを家で調理したことがありませんっていうね。ね、そんな人はいんの。ね、あ、そう、ね、あとうちのね、美容師のノブはね、カレーが嫌いなんだよ。カレー嫌いな人っているんですか。言うんだよ、すごくない。カレーが嫌いな人っているんですか。 いるんですよ。初めて聞きました。俺もなかなかいない。ノブさんに取材したい。じゃあぜひ髪切りてください。ノブさんのところに髪を、一応あの全国大会で、ね、あの2位になってますから。本当ですか、はい、私今超髪切りたくて。じゃあぜひちょっと言ってみてください。緊張する。あ、そうですか、はい、なんでですか。なんか男の人に髪切ってもらったことない。本当、やだ、いや意外ね。いや、いやです。じゃあぜひ言ってください。はい、わかりました。上手ですから。わかりました。はい、長ちゃんです。長ちゃん、私は人参、じゃがいも、いわゆる普通のカレーは好きじゃない。エスニック料理が好きなのでグリーンカレーを作る。おしゃれ。おしゃれね、グリーンカレーね。はい、僕も食べてみたいです。アレハレさんです。サンダースの試合です。華麗なパスワークと華麗なシュート、バスケ初心者で盛り上がれると思いました。一方ザスパは北関東ダービーでホームなのに見せ話の引き分け。こんな試合を続けていたらザスパの試合を見に行きたいと思われないですよね。いつか。パパラッチョさん、私23ですが、これはカレーのせいと思うことがあります。涙もろくなってしまうことです。今は音楽聴いたりドラマを見ていたり していても涙を流すことは よほど良い作品でない限りなかったのですが、最近はよく涙を出てしまいますと。わかる、何でも泣いちゃう。言ってましたよね。何でも泣いちゃう。ラジオネーム三四郎さんです。カレーパ
んですが、外側を揚げていない焼きカレーパンが好きです。近所に普通は売っていないので見かけるとつい買ってしまいます。揚げてあるのと美味しいの差は少ないんですけどね。わかんない。全然高崎のパパさん、家で食べるカレーは別として、お店のカレーはお米ではなくナンを選びます。あー、来た。カレーは辛口が大好き。でも激辛のカレーは食べてるその時より翌朝が辛いので、ほどほどに。辛いと辛いが同じ感じだということを実感する習慣です。その通り。確かに。わかる。ハワイのママちゃん、今日何しようかしらと聞くと必ず三女がカレーがいいと言うそうです。うん、毎日でもカレーでいいな、あの三女に家族からお顔黄色くなるよなんて子供たちの可愛い会話が懐かしいです。今でも三女がカレーが食べたいのは変わらないんですよと。カレーってね、その家族の味があるからね。ねー、私小さい頃ポンチさんの2階から、あのもう覚えてないんだけど、あの胡椒の瓶を投げたっていう、最悪で親父にぶっ飛ばされたっていう。本当ですらしいですね。本当です。覚えてません。ポンチさんすいませんでした。サトシちゃんは50年前です。多分50年前です。本当によかった。お父さんが送ってくれて、人に、スタジオ人にいなくてよかった。本当ですよ、はい、危ないです。やめてくださいよ。いや本当やめてくださいよ、はい、じゃあ今度あーちゃんがね動画スタジオでカレーを作るそうなので、1杯1万5000円です。たっか、誰が高ってくれるのよ。太っちょが5杯ぐらい買いますよ。え、本当ですか。そしてあの食パン太っちょが買ってくれました。お、のんちゃんのために。何種類あるんでしょうかね、高級食パンね。もう結構あるよ。うん、いろんな種類がね。でみんな分担して買いましょう。はい、のんちゃんに、ね、プレゼントしましょう。はい、というわけで担当はあーちゃんとキャジョシでした。それではまた明日お会いしましょう。さよなら、バイバイ。明日豊かだよ。